YouTube でちびっこバス太陽を検索してね。ロギの奇想天外な挑戦。のどかな朝です。ちびっこバスたちがテレビの前に集まっています。始まるよ。車たちの驚くべき挑戦。世の中にこんな車が。最初の挑戦、タイヤ積み。次はクラクションの音でグラス割り。最後に今週の最高の挑戦は働く車引き走行。驚くことに一人で働く車たちを引っ張っています。あれトトだよ。最高の車なら今すぐ挑戦してください。よし、僕も挑戦する。僕もテレビに出たい。みんな準備するの手伝って。僕もう仕事に行かなきゃ。僕も今日仕事あるから。じゃあ僕たち行くね。頑張ってロギー。みんな、仕方がない。ライ、特別にチャンスをあげよう。みんなと遊びに行きたいんだけど。お願い、ね、ね。終わったらお願い事を全部聞いてあげる。本当？本当だって。約束。いいわ。言ったことを忘れないで。もちろん。できた。ありがとうね。でもカメラで何するつもり？テレビに出る映像を撮るんだよ。ラニー早く行こう。早く。行ってきます。気をつけて。道路に出てきたロギとラニーはどんな挑戦をしようか悩みました。歌が一番上手な車はどうかな。歌？赤になったら止まれ、青になったら出発。歌はできないと思う。そうか、じゃあ何しよう。なんでこんなにバスが来ないのよ。そうだ、これだよ。一緒に行こう。ロギ、何するつもり？たくさんのお客さんを乗せる車に挑戦するよ。皆さん、ご乗車ください。本当？こんなに人が多いのに。大丈夫だよ、全員乗って。わあ、全員乗れるかな。よいしょ。大丈夫？このくらいかっこよく撮ってね。よし、出発します。よーい。たくさんの人を乗せたロギが野山に到着しました。着いた。成功だ。君たち、どうしてここに？たくさんのお客さんを乗せる挑戦をしてて、皆さん降りてください。ありがとう。ありがとう。お気をつけて。ありがとう、シト。2階も快適だったわ。いやなんだ、まだお客さんいたのか。ただいま。2人とも、挑戦はどうなったの？まだ挑戦中だと言えるだろう。本当？もう疲れてるみたいだけど。疲れたって誰が言った？ロギ様の挑戦はまだ終わってないんだ。ラニー、早く次の挑戦しに行こう。また？ロギは諦めずにラニーと一緒に挑戦し続けました。おならで火消し挑戦。何よそれ。一週間洗わない挑戦。あと一日過ごせば成功だ。臭い。ダメ。
リー、もうやめちゃダメかな。うん、そうだね、車庫に帰ろう。どうしよう、ロギすごく落ち込んでる。お、わあ、わたたたたたたと、走るところだった。ロギー、さっきすごくかっこよかった。え、何のこと？私にいい考えがあるの。ついてきて。ロギはラニと一緒に秘密の遊び場まで来ました。ラニ、いい考えって何？何かっていうと、片方のタイヤで走行する挑戦よ。え、そんなのでテレビに出られるの？もちろんよ、そんな風に走れるのはロギだけよ。ほんと？それじゃあ一度やってみよう。片方のタイヤで走行、挑戦準備完了。カメラ準備完了。1、2、3、スタート。これなら十分テレビに出ることができるわ。ルン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 、もうすぐだ。帰ってきたロギは花に整備をしてもらいました。大して怪我がなくてよかった。ありがとう花。お、はあ、もう挑戦するの諦めないと。ロギは落ち込み、一日中車庫の中で過ごしました。ただいまロギ、はい、もう一度挑戦してみよう。やりたくない、ロギ、遊び場に遊びに行こう。やだ、ロギ、みんなで一緒にピクニックに行こう。行かない、こんな姿初めて見た。どうすればロギ元気になるかな。さあ、よいしょ、もういいわよ。ありがとう花。ところでロギは本当に挑戦を諦めるの？うん、すごくテレビに出たがっていたんだけど。あ、ラニー、ちょっと見て、これ本当にすごいわ。これよこれ、ハナ、お願いがあるの。お、なに？次の日、運行を終えたちびっこバスたちがロギの車庫に行きました。ロギ、みんなでテレビ見に行こう。早く出てきてよ。行かない、僕見ない。今日すっごく面白いのするみたいだよ。そうよ、見ないと後悔するわよ。面白いの？仕方ないね、僕たちだけで見よう。ほんと残念。早く行こう。ロギー、みんなが何度も言うから仕方なく。わかってる。早く来て、もう始まってるよ。最後に、今日の最高の挑戦、それは？なんだ、面白いのってこれのこと。僕行くよ。ロギ、もうちょっと待って。ち、空を飛ぶことに挑戦した車、ロギ。え、ロギ？それがね、ちょっと見て、秘密の遊び場で撮った映像を見たらね、これよこれ、
ロギが空を飛ぶように見えたの。それで私が花にお願いをしてテレビ局に映像を送ったってわけ。何？何？ありがとう。そんな。やっほー、僕テレビに出たぞ。すごく羨ましいロギ。本当。じゃあ私のお願い事聞いてくれる？え、お願い事？終わったら私のお願い事を全部聞いてくれるんでしょ？そうだったっけ。でもまだ挑戦が終わったわけじゃないから、今度は何から逃げる挑戦。何よそれ。ここだよ、バッグを捕まえてみて。ロギが何のおかげでかっこよくテレビに出ましたね。おめでとうロギ。スターになったガニ。今日もガニが運行をしていますね。おはよう。おはようガニ。よいしょ。おばあさん気をつけて、ゆっくり乗って。おじさん、到着したよ。早く降りないと。おっと、いつもありがとうガニ。おかげで助かったよ。どういたしまして。それじゃあ出発するよ。お、一緒に行こう。ゆっくりおいで、待ってるから。ありがとうガニ。いや、やっぱりガニって親切だよね。そうね。今日世界的アクションスターレオが私たちの町にやってきます。なんだって？レオが来るの？レオは今日の午後に市長を訪れる予定です。お、シャイン、あれ見てよ。本物のレオだ。キャー、すごくかっこいい。俺って人気だな。ずっと調子が悪いな。朝入れたエンジンオイルに問題でもあったのか？あ、なんだ？どうしたんだ？どうした、レオ？エンジンが止まった。どうにかしてくれ。大変だ。びくともしない。電車が来るぞ。誰か助けてくれ。一体何の騒ぎ？ちょっと待ってて。これに捕まって。1、2の、よいしょ。レオはいつ来るのかな。あ、やってきたぞ。どうしてバスに引っ張られてきたのですか。何かあったんですか。俺は今日危うく踏切で大事故になるところだったんだが、でもピンチの瞬間、ここにいる勇敢なちびっこバスガニが俺の命を救ってくれたんだ。それは本当ですか。そうだけど。すごい。勇敢なバスガニに拍手を送ってください。ガニ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 。ちびっこバスガニがスーパースターレオの命を救いました。スーパースターレオはガニを世界で最も勇敢な車として褒めたたえました。ガニが勇敢な車のメダルを受け取ることになりました。勇敢な車ガニの人気がだんだん上がってきています。ガニ、ガニ、ガニ、すごくかっこいい。ガニは自慢の友達だよ。いやガニ。まさかレオ。レオが僕たちの車庫に来るなんて。ドキドキレオ、どうしてここに来たの？ああ、今回テレビ広告のオファーがあって、俺たち二人が出演することになった。え、僕も？いいね、ガニ。おめでとう。ああ。それから紹介したい人がいるんだ。
こんにちは、私はシックよ。マネージャーとしてガニのことを管理することになったわ。え、マネージャーだって？そうさ、ガニはもう普通のバスじゃない。有名になった分、細かい管理が必要だ。マネージャーだって？スーパースターになったみたい。じゃあこれからよろしくね、ガニ。それ以来、有名になったガニの忙しい日々が始まりました。ありがとう。ありがとう、ガニ。さあ、お次の方。あ、ガニだ。ガニ、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 ガニ。疲れた。ちびっこバス、タヨ。おはよう。おはよう。おはよう。ガニ、元気のない声ね。そうだね。やれやれ、腰が。おばあさん、急いで乗って。ガニは忙しいのよ。あ、ごめんなさいね、ガニ。さあ、出発して、ガニ。なんだよ、行っちゃった。乗り過ごしてしまった。疲れた。疲れて運行がめちゃくちゃだったかも。こんなんじゃダメなのに。あ、レオ、なんでここにいるの？今日は特別な提案があってきた。特別な提案？ガニ、これから一緒にアクションスターとして働かないか？わー、すごくかっこいい。俺を助けてくれた勇気と今の人気ならきっとうまくいくはずだ。でも、バスの運行はどうするの？当然やめないと。アクションスターになったら世界中を飛び回るからね。それから、これからは俺と一緒に最高級の家に住むことになる。それじゃあ、シャコからいなくなるってこと？うん、そういうことだ。明日の朝、公式の記者会見があるから準備頑張ってくれよ。花、僕どうすればいい？確かにこんなチャンスめったにないけど。ガニ、本当にレオについていくの？それは…もちろん、お別れをすることは残念だけど、これは一生に一度あるかないかのチャンスなのよ。僕、ちょっと風に当たってくる。ガニ、こんなチャンスめったにないよね。ガニ、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 ガニ。でも運行もやめて、シャコからも離れなきゃいけない。おはよう。おはよう、ガニ。ガニ、私たち洗車しに行こう。どうしよう。ガニ、こんな時間にどうしてここに？遅くまで遊んじゃった。ガニ、僕を家まで送ってくれない？でも今運行時間じゃないし。ダメ、お母さんが待ってるんだ。それじゃあ今日だけ特別に送ってあげる。ありがとう、ガニ。ところでガニ、ひょっとして体調悪いの？いや、なんで突然そんなこと聞くの？みんなが最近のガニ無口だし表情も良くないって言ってたから。そっか、心配してくれてありがとう。頑張って、ガニ。誰が何と言おうと、ガニは僕が一番好きなバスなんだから。毎日毎日ガニに乗ることができて僕本当に嬉しいんだ。到着したよ。やっほー。今日は本当にありがとう、ガニ。僕こそありがとう。ありがとう。それじゃあまた。次の日の朝、バスの車庫で記者会見が開かれました。さあ、できたわよ。ガニ、準備できたなら始めようか。
それでは記者会見を始めます。ガニ、最初の質問です。ガニは今後レオと本格的にアクションスターの道に進むことになりましたが、感想を一言お願いします。まずはこのようなチャンスを作ってくれたレオに本当に感謝しています、うん、そうだろう。でも僕は車庫を離れません。なんだって。ガニ、それどういうことだ。ガニが言い間違えたようなので。僕は平凡なバスでいる時が一番幸せなんだ。お客さんを安全に乗せて、運行が終わったら友達と遊んで、そんな平凡なちびっこバスガニとして生きていきたい。なんだ、どうなってるんだ。レオ、何か一言お願いします。皆さん、今日の記者会見はこれにて終了します。ガニ、どうしてあんなこと。本当にいいチャンスなのに。そうよ、運行はまた後からでもできるじゃない。ごめんなさい、でももう決めたことだから。ガニ、残ってくれてありがとう。もし行くって言ってたら寂しい気持ちになっていたはず。僕もガニが残ってくれて本当に嬉しい。これからもよろしくね、ガニ。よろしくね。みんなありがとう。シック、俺たちも行こうか。ガニはここに残った方がいい。でもガニのあの幸せそうな顔を見ろよ。ガニがそれでいいなら俺は構わない。ガニはスーパースターになることを諦めました。でもそれよりもっと大切なものを守ることができました。ちびっこバスたちがアメリカに行ったよ。のどかな朝です。タヨたちがアメリカにやってきました。ついに到着。アメリカに来たなんて。本当に素敵。そうだね、みんな。こんにちは。タヨとタヨのお友達でしょ。私は花のおばよ。こんにちは。アメリカへようこそ。初めての海外旅行だから楽しみ。僕もそう。今日は午後から映画撮影所の見学よね。はい、そうです。じゃあその前に市内の観光地を回ってみるのはどう。わー、ほんと。うん、遊んでから撮影所に行けばいいじゃない。面白そう。行きたいところがたくさんあるんだ。じゃあ楽しんできて。夕方に会いましょう。はい、早く行こう。ロギー待ってよ。それじゃあ行ってきます。うん、行ってらっしゃい。うわー、乗れてきよう。初めて見る木がいっぱいある。こんにちは、ちびっこボスたち。こんにちは。車たちも親切だね。そうやね。そろそろどこに向かうか決めないと。どこがいいかな。海はどう。ここの海の景色はすごく綺麗だし、観覧車もあるって聞いたけど。本当、楽しそう。じゃあ早く行こう。みんな、どうしてアメリカに来れたのか忘れたの？クイズショー！わー、始まった！さあ、クイズ正解者の中から抽選を行います。ハリウッド撮影所の見学に行けるのはどの車でしょうか？こちらです。ありがとう。わー、お願い、当たりますように。頼ったら、たくさんの車が応募しているのよ。そうだよ、どうせ当たらないよ。アニメでも見ようよ。どれどれ、主人公はまさにちびっこバスだよ。わー、僕が当たった。僕が当たったよ。じゃあ本当にアメリカに行けるの。ほら、当たったでしょ。タヨ、一緒に行こうよ。連れて行ってくれたら何でもするから。何でもするって？僕のおかげでアメリカに来られたんだし、僕が行きたいところに先に行かなきゃ。
なんだよそれ。いや、なら見学は僕一人で行こうっと。見学バッジはどこにあったっけ。ここだ。撮影所の見学、本当に楽しそう。じゃあ先にタヤが行きたいところに行こう。そうだね。海は後で行こう。それじゃあ出発。結局ちびっこバスたちは太陽が見たかったハリウッドサインにやってきました。うわー、すごくかっこいい。やっぱり来てよかった。そうでしょ。うん、そうだね。本当ね。お、みんなちょっとあれ見て。行きますよ。1、2、3。僕たちも写真撮ろう。せっかく来たんだし、みんなで撮らなきゃ。そうしようか。わかった。いいね。1、2、3。今度はウインクしてみる。やっほー、ラッキーな車太陽。もうやめて海に行こうよ。そうだよ。え、もう？まだ何にも見てないのに。え、写真もたくさん撮ったのに。あそこにも登ってみなくっちゃ。一体いつ登るんだ。そうだよ、見学前に海にも行きたいのに間に合わなくなるよ。そう？それじゃあ仕方ないね。海に行こう。やった。その代わり、お、見学は僕一人で行こうっと。なんでして？だよ、ひどすぎる。せっかくみんなで遊びに来たのに自分勝手よ。もういい、僕たちだけで海に遊びに行くから。そうだよ、一人で見学に行って。本当に一人で行くよ。勝手にすれば。みんな後悔するよ。ちびっこバス、タヨ。タヨはみんなと別れて一人で映画撮影所へ見学しにやってきました。僕一人でも楽しく見学できるし。あ、わあ、ここ撮影所の入り口だよね。そこの青いバス。何の用でここに来たんだ。こんにちは、撮影所の見学バッジが当たったラッキーなタヨです。見学バッジ。何もないけど。よく見てよ、ここ。あれ、見学バッジどこだろう。ここは誰でも自由に入れる場所じゃないんだよ。さあ帰ってくれ。来る途中で落としたんだ。どうしよう。青いバスの君、どうして遅れたんだ。僕？そうだよ、遅刻しないように言ったのに。ついてきて。なんだ、撮影だったのか。さあ入って。こんにちは。出演のために来た青いバスです。今日出演する青いバスならさっき入ったよ。そんなわけないのに。そう言われてももう入ったんだよ。中に入れてよ、このままじゃ撮影に遅れるよ。ダメだ。ここ全部撮影所。中は全部他の場所のようにセットされているんだ。本当にいっぱい。プロデューサー、ちょっと来てください。はい、ここでちょっと待ってて。早く見学したいな。あそこはなんだろう。ちょっとだけ入ってみようっと。すごくかっこいい。みんなと一緒に来ればよかった。
分勝手よ。もういい、僕たちだけで海に遊びに行くから。そうだよ、一人で見学に行って。ふん、いいんだよ、僕一人で見学しよう。あ、あ、あ、あの、こんにちは、はじめまして、僕はタヨ、君は？お、とにかくドアを開けてくれない？あ、わ、わかった。マイリー、うん、どこに行くんだ？早く行って。お、わかった。待て、止まるんだ。もっと早く走って。ここっておもちゃの世界のセット？あっちよ、早く行こう。あ、うん、逃がすな。はい、はい。どうしよう。待て、気をつけて、しっかり握って。どこに行こう。ああ、一旦建物の間に隠れなくちゃ。見つからないよね。大丈夫だった？うん、タヨのおかげで助かった。来た。マイリー、どこ行ったんだ？遠くには行けないはず。お？いたぞ。やっと入れた。止まるんだ。マイリー、この中にいることは知ってるぞ。誰ですか？出てくるんだ、マイリー。誰も乗っていませんけど。この車じゃない。青いバス。一体どこに行ってたんだ。すごく探したじゃないか。早く来て。僕はその青いバスじゃない。マイリー、ダメ。ハリウッド映画撮影所の見学バッジをもらったタヨはみんなとアメリカにやってきました。ところが観光中にみんなと喧嘩して一人で撮影所に行くことに。撮影所で女の子と出会った後、謎の車に追われてしまうタヨ。待て、マイリー。これからタヨにどんなことが待ち受けているのでしょうか。ちびっこバスたちがアメリカに行ったよ、に。すごく素敵。砂浜でボール遊びする？いいね。タヨも一緒に来ればよかったのに。ふう、一人で楽しく遊んでるって。そうよ。でもスーパースターマイリーが行方不明。撮影中、撮影場にいたバスに乗って姿を消したとのことです。マイリーが？警察がマイリーを乗せたバスの行方を追っています。どうなるの？あれってタヨだ。いや違うわよ。行こう。次は天気予報です。タヨにそっくりだったんだけどな。その話はもう終わり、楽しく遊ぼう。お、二人とも待ってよ。その後、タヨとマイリーはどうなったのでしょうか。マイリー、出てくるんだ。どうしよう。ちょっとごめんね、どいてくれる？あ、はい、ありがとう。マイリー、絶対に逃がすな。はい。ありがとう、タヨ。いや、ところで君、名前は？なんで追いかけられてるの？驚かないでね、実はマイリーなの。え、マイリー？よ
ろしくね、マイリー。え、私のこと知らないの？私、映画俳優のマイリーよ。え、映画俳優？かっこいい。俳優だって初めて見たけど。さっきの車はマネージャーよ。撮影所を抜け出してきたから追いかけてきたの。どうして撮影所を抜け出したの？撮影がとても忙しくてずっと友達に会えてないの。今日こそ絶対に会うんだ。そうなんだ。じゃあ僕が友達のところに連れて行ってあげる。本当？うん。本当にありがとう、タヨ。ロギー行くよ。つまらないよ。私もタヨがいないからかな。みんなでボール遊びした時は楽しかったのに。タヨはどこで何をしてるのかな。そうだね、タヨに会いたい。僕も。みんながタヨのことを考えていた時、タヨはマイリーの友達が待っている海辺にやってきました。うわ、ここすごく素敵。ここは私の大切な思い出の場所なの。友達とここで毎日遊んで。わあ、マイリーが作ったのかわいい。本当。みんなが私の友達で本当によかった。僕も。早く会いたいな。ああ、そうだったんだ。着いたよ、マイリー。ありがとう。いやあ。あそこに私の友達がいる。早く行って。お、マイリーどうしたの？もしみんなが私に怒っていたらどうしよう。会いに来るって約束したのに守れなかったから。でも心配する気持ちより友達に会いたい気持ちの方が強くない？それじゃあ勇気を出して、きっとみんなも喜んでくれるよ。そうかな。もちろん。分かった。タヨは本当にいい友達よ。いい友達。みんな、みんな、マイリー。本当久しぶり。すごく会いたかったのよ。私もすごく会いたかった。みんなどうしてるかな。ちびっこバス、タヨ。お、マイリーのマネージャーたちだ。マイリー、早く逃げて。タヨ、早く逃げてってば。大丈夫よ、私がここに呼んだの。でも…マイリー。ブラック。マイリー、一人で行くなんて危険じゃないか。ごめんね、撮影も台無しにしちゃって。マイリー、そんなことはいいんだ。友達に会いたくなったらいつでも行って、連れてくるから。ブラック。そうだよ、一人は危険だぞ。みんなありがとう。よかった。じゃあ君たちがよく行っていた遊び場に連れて行ってあげようか。さあ乗って。本当？ありがとう。全部タヨのおかげよ。僕は何も。マーリー、早く乗って。ちょっと待って。タヨ。タヨ、明日なんだけど少し時間あるかな？どうしよう、僕明日自分の国に帰るんだ。そっか、仕方ないね。じゃあまた今度絶対に会おうね。タヨ、バイバイ。おい、マイリー、気をつけて。バイバイ。マイリーと別れて一人になったタヨはみんなにもっと会いたくなりました。みんなどこで何してるんだろう。行くよ、次こそ入った。みんなだ。すごく怒ってるよね。どうしよう。そうだよ、僕も勇気を出すんだ。みんな、タヨ、タヨ、ここで何してたの？
ち？海に誘った時は行かないって言っていたのに。ロギ？みんなごめん、僕自分勝手だったよね。私たちもごめん。ごめん、タヤのこと置いていかなければよかった。みんなまだ時間があるし、私たちみんなで遊びに行かない？いいね早く行こう。みんな一緒に行こう。翌日、みんなは花のおばさんと一緒に空港に来ました。寂しいよ。また来ればいいじゃない、招待してあげるから。ああ、絶対だよ。やったー。だよ、こんにちは。ブラックこの車は誰？ああ、昨日知り合った友達だよ。ブラック、どうしてここに来たの？それは私じゃなくて、マイリーに聞いてくれ。マイリー？うん。さよ、こんにちは。映画俳優のマイリー。マイリーファンだよ。僕も。マイリーのことどうして知ってるの？マイリーはすごく有名なのよ。会えて嬉しいわ。マイリーがそんなに有名な俳優なの？そうだよ、テレビでもたくさん見るし。ところでマイリー、タヨとどうやって知り合ったの？昨日タヨにたくさん助けてもらったの。今日そのお礼として素敵なところに案内したいんだけど、どうかな？本当？でも、もうすぐ飛行機に乗る時間だよ。そうだった。行きたいよ。心配いらないよ、次の飛行機を予約したから。マイリーと遊ぶ機会なんてあまりないし、楽しんできなさい。ちびっこバスたちはマイリーと一緒に劇場前にやってきました。すごいたくさんの人だ。みんなマイリーのファンみたい。でもまだタヨが来てないよ。タヨすごくかっこいい。来てくれてありがとう。マイリー、一緒に搭乗したバスは誰ですか？名前はタヨです。私が辛い時に助けてくれた友達です。だから手形を取るという意味のあるイベントに一緒に来てもらいました。マイリー、よーし。さあ次はタヨの番よ。僕の番だって？これって有名人がするものじゃ。僕はタヨもニュースに出たんだからすでに有名よ、早く。じゃあわあ、上手じゃない。タヨ本当に素敵。本当。タヨたちは無事に初めての海外旅行を終えることができました。マイリー、私たちの国にもぜひ遊びに来てね。チェロの持ち主。のどかな午後です。運行中のピーナッツが最後のバス停に到着しました。到着しました。お気をつけて。よいしょ。ありがとう。ありがとう、ピーナッツ。そんな、良い一日を。うん。早く車庫に帰らなきゃ。うわぁ、何の音だろう。バッグだ。誰が置いていったんだろう。ワンちゃんと一緒に乗ったお客さんが置いていったんだ。早く探さなきゃ。よいしょ。さっきここで降りたんだけど、もう行っちゃったみたい。バッグをなくしてきっと心配してるよ。お疲れ、ピーナッツ。お疲れ。ありがとう。お気をつけて。
ヌリー。何？もしかして大きなワンちゃんを連れたサングラスをかけた男の人見なかった？さあ、見ていないと思うけど。どうしよう、バッグを返してあげたいのに。あ、今日は見てないけど、その人何度も乗せたことがある。本当？うん、いつも市長前で降ろしてあげているよ。市長で？うん、市長に行けば見つかるかもしれない。早く行かなきゃ。ありがとう。うん、またね。チェロをなくしてしまったの？うん、演奏会に参加するのは難しいと思う。あ、困ったわね。今回の演奏会で重要な役割を担っているのに。本当にごめん。ここかな。あ、見つけた。早く伝えなきゃ。こんにちは。もしかしてさっきバスの中にバッグを忘れていったんじゃ。バッグ？本当にありがとう、ピーナッツ。いや楽器がなくて公演を諦めるところだったわ。本当によかった。あ、そうだね。あ、それが楽器ケースだったんだ。それじゃ練習しに行きましょう。それじゃあまた。うん。次の日、ピーナッツが道路を楽しく走っています。あ、昨日の男の人だ。いやあ、ピーナッツ、また会ったね。こんにちは。今日も市長に練習に行くの？うん。じゃあ僕が連れて行ってあげようか。ちょうど今日運行もないんだ。そうしてくれる？もちろん。早く乗って。ありがとう。そうだ、僕の名前はハンス。それから昨日は本当にありがとう。そんな。ところでハンスはいつもワンちゃんと一緒だね。うん、この子はハッピーって言うよ。ハッピーは盲導犬だから、いつも一緒にいてくれるんだ。盲導犬？うん、僕は視覚障害者なんだ。でも先に僕に挨拶してくれたでしょ。僕は見えない代わりに音がよく聞こえる。車の音も簡単に聞き分けられるんだ。ああ、そうだったんだ。到着しました。おお。はあ、おー、降りないの？あの、ピーナッツ、悪いんだが野山に行ってくれないか。野山に？ハンスのお願いでピーナッツは野山にやってきました。到着しました。うん、気持ちいい。ところでハンス、演奏会の練習に行かなくて大丈夫？正直、演奏会のステージに立ちたくない。一体どういうこと？ステージに立つのが怖い。怖いの？うん、この前本当に重要な演奏会があったんだ。でもたくさんの人の前で演奏しようとするととても緊張してしまって。結局公演中に大きなミスをしてしまったんだ。結局僕のせいで公演が台無しになってしまった。あれからステージに立つのが怖いんだ。そうなんだ。でも野山に来てよかった。自然の音を聞いていると心配も消えてなくなるみたい。連れてきてくれてありがとう、ピーナッツ。元気になってくれてよかった。ちびっこバス、タヨ。そろそろ戻ろうか。うん。おじさん、これ何？ちょっと。すごく大きい。ああ、チェロっていう楽器が入っているんだよ。うわー、見てみたいな。そう？さ。音を聞いてみたいんだけどダメ？ああ、それは。突然そんなお願いをして。ごめんなさい、戸惑わせてしまって。
ああ。私ただ音が聞きたいだけなのに。よしよし、泣かないで。いいよ、お姉ちゃん。僕が演奏してあげる。楽しみにしているのに間違えたらどうしよう。ハンスが緊張してる。でも野山に来てよかった。自然の音を聞いていると心配も消えてなくなるみたい。そうだハンス、周りの音に耳を澄ませてみて。自然の音を聞くと心配も消えてなくなるんでしょ。自然の音、ありがとう。君のおかげで無事に演奏しきることができた。うん、そんな。もう演奏会でも堂々と演奏できると思う。ピーナッツ、数日後に演奏会があるんだけど来てくれない？うん、絶対行くね。あー、すごく楽しみ。本当？数日後、演奏会の日になりました。始めて。どうしよう、とても緊張して演奏できない。なんで演奏しないんだ。そうだね。ハンス、どうしたの。ハンス、ハンス、周りの音に耳を澄ませてみて。自然の音を聞くと心配も消えてなくなるんでしょ。そうだ、やってみよう。全部ピーナッツのおかげ。え？ピーナッツのアドバイスを思い出さなかったら演奏を始めることもできなかった。そっちに行くよ、抱きしめたいんだ。ハンス、気をつけて。本当にありがとう、ピーナッツ。僕もハンスが演奏会を無事に終えられてすごく嬉しい。ハンスはピーナッツの助けで演奏会を立派にやり遂げました。明るく輝く満月のように二人の友情も明るく輝きました。